きことツバメのごとく。今回は松炎や、なんと初の捕獲術持ち武力8やで、武力と正気を生かした壁性能の高さで敵部隊を捕まえて牙の突撃を狙うのが強そうやな。ただ三国志では戦国と違って高コストの歩兵はじっくり練習アクションを使った試合にはついていけないから、今回は思い切ってとにかく前に出し続けるデッキにしたよ。待って。ずらかぜ。結構いただきだ。燃えな。かきくん。私は諦めない。結構結構。苦しい真似はできない。それは、はい、待って、ずらかぜ。超ツバメの治む上陸のおかげで結構取れたけど、お相手のデッキのは逆転力が高いし王にも残しとるから、全部乗せフルコンに気をつけんとな。見せてやるぜ。最後の守りはあれを使う展開になりそうやな。結構いただきだ。勇気を力に進め。勇者たちよ、炎と鮮血を浴びせてやれ。ここで捕まるわけにはいかない。ワープ解放！マスター！この世界、変えてくれる人はいないの？
に追いつけるか。それは我らは進むことしか知らぬ。不可能を可能にするたった一つの方法、それは不可能に挑むこと。てめえの命は安すぎるんだよ。はい、王国解放。行くぞ。見つけた。絶好の襲撃日和だ。てめえ、俺の銭を。待って、手の感じで点が取りして一気に弔問を通すことができるほど速度上昇値が高いです。今回は3試合やるから、それぞれどう使ってるか見てくれたら嬉しいわ。てめえ、俺の銭を。はい、当たれ。はい、当たれ。獅子に抗う者よ、金馬町の武勇を知れ。はい、俺の速さに追いつけるか。やってやるぜ。傷が無駄だ。てめえの命は安すぎるんだよ。王国解放。行くぞ。
本郷同弾。結構無駄だ無駄だ。ずらかぜ。いやあ師匠師匠てめえ俺の銭を。方向を聞け。魔蝶の計略は無力25になる前に切れるから少し我慢の時だね。師匠師匠いただきだ。全身してやるぜ。ここで捕まるわけにはいかない。師匠ボーブ解放。やってやるぜ。この世界を変えてくれる人はいないの。俺の速さに追いつけるか。強化だから、質実状態の相手にもダメージを通せるよ。俺の速さに追いつけるか。ファイト。
生意気。ずらかぜ。はっ。よしも取り計らう。絶好の襲撃日和だ。てめえの命は安すぎるんだよ。そりゃ鍛錬が足りないか。そりゃカキくん、てめえ、俺の銭を。はっ、ファイト。なんと無礼な。はっ、いや、ファイト！結構結構。やってやるぜ。見せてやるぜ。一人ずつ丁寧に死にましょう。ご視聴ありがとうございました。この高張力の舞台を白速で走らせれるのは使ってて楽しいから、おすすめのカードやです。